一辺の長さ A、高さが H やとしようか。もう気づいた人もおるかもしれんけど、今回めっちゃ文字使いました。はい、公式を導くかな。正三角形の面積パッて求まりますよっていうのを自分で公式導いたってこと。はい、どうも、キトントンです。略不足って褒め言葉やで。まあ今回そんなん関係ないねんけど、正三角形の面積の公式っていうことで、スタートントン。キトントン。はい、今回は、まあ正三角形の面積の公式っていうのを一緒に導いていきたいねんけど、これは三平方の定理が分かってたら、正三角形は一辺が分かれば面積求まるよっていうので、三平方の定理がどういう風に利用されるのかが分かるいい題材やと思うからやっていく。あ、きとんとん。はい、まず正三角形がこういう風に与えられた時、まあ、一辺の長さ A、高さが H やとしようか。はい、これでまあ面積求めろって言ったら、もちろん高さがあるからすぐ三角形の面積はまあ底辺かける高さかける2分の1っていう風に出せんねんけど、今回導くのはこの高さがわからん時にでも、まあ正三角形の一辺がわかったら面積も求まるよっていう公式を導いていきたいねんけど、三平方の定理を使うって言ったよね。はい、まあ仮に H がこういう風にあったとしたら90度、まあこれ垂線なのね。正三角形において、まあ、垂線パーって引いたら、これちょうど半分になりますね。いける？二等辺三角形と同じやからな。だから2分の A と、まあ、2分の A ですよと。で、一辺が A なんやな。OK？ だから半分になってますよ。で、ここで三角形できてるよね。いける？こいつをちょっと取り出してあげようか。そしたら、まあ、こういう風な、直角三角形ができましたよと。2分の A。で、ここが A で、ここが H。OK？ じゃあこれで三平方の定理を使うと、斜辺の2乗っていうのが他の2辺の2乗の和に等しいよ、2分の A の2乗プラス H の2乗になるよと。 OK？ もう気づいた人もおるかもしれんけど、今回めっちゃ文字使います。はい、公式を導くからな。いけるってことで、これ展開すると4分の A の2乗プラス H の2乗で、H っていうのが分からん、高さが分からん時に使える公式を今求めたいから、 H の2乗イコールっていう形にします。 H の2乗イコールな。そしたら H の2乗イコール A の2乗で、マイナス 4A の2乗かな。 OK？ これこっちに持ってきて A の2乗マイナス 4A の2乗になるやろ。それで方程式入れ替えるイメージな。はい、じゃあ H イコールにしたいねんけど、2乗外します。2乗外すときはプラスマイナスルートをつけんねんけど、今回は高さやから、まあプラスになるよね。マイナスの高さなんて存在しないよね。OK？ ってことで H は絶対0より大きいですよ、プラスですよ。じゃあ、H イコールルートつけるだけですね。 A の2乗をマイナス 4A の2乗になんねんけど、ここ先に計算しとこうか。まあこの段階で計算しといた方がいいか。 OK？ まあ4分の 3A の2乗かな。いける？これ通分すんねんで、4分の 4A の2乗やから引き算したら4分の 3A の2乗な。はい、この公式を導ける人はこれぐらいパッて出ないとあかんで。 OK？ じゃあ、0より大きいから H イコールルートこいつやな、ルート4分の 3A の2乗になんねんけど、2乗は外に出せますよと。4は2の2乗なんで2と。で、 A の2乗は A になるね。 OK？ ってことでこうかな、3だけ残って2分の A のルート3、もちろん上に乗せてもいいよ。こういう風に2分の、A ルート3か、こうやっても大丈夫です。 OK？ ってことで高さが2分の A ルート3って分かって、じゃあこれの面積はどうやって求めんのって言ったら、三角形の面積 S な、三角形の面積 S としたら S イコール底辺、今回 A やったな。 OK？ A かける高さ H かける2分の1で求まんねんけど、 H が今これって言われてるから、代入すると A かける2分のA ルート3かける2分の1ってことで、これ計算すると下ちょっと書くとこないから横にして、分母は4ですね。で、分子は A と A とルート3と1やから A の2乗やな。 A の2乗でルート3と。 OK？ で、よく公式で書かれるのはこんな風に書かれるかな、4分のルート 3A の2乗。いける？これが三角形の面積、まあ正三角形の面積ですね。正三角形の面積、公式どれって言われたら4分のルート 3A の2乗なんですよ。 OK？
すごくない？これ今ね、あの正三角形が一辺与えられたら、この公式に代入した正三角形の面積パって求まりますよっていうのを自分で公式導いたってこと。はい、もちろんこれ載ってる教科書もあるし、アキトントンのね数学公式図鑑、これの95ページにも書いてますね。はい、ちなみにこっちに書いてる証明はもうちょっと簡単な証明載せてますね。はい、いろんな種類、まあいろんなパターンで求めれるよっていう感じ。今回はまあこの三平方の定理を使って正三角形の面積の求め方、 S イコール4分のルート 3a の2乗ですよ。この a っていうのは一辺が a の正三角形な。 OK、 いける？一辺が a の正三角形の面積はこうですよっていうのを求めました。じゃあ実際にこれを使ってちょっと問題解いていこうか。はい、ということで一辺が6センチの正三角形の面積求めよって言われた時、あの今までやったら一辺が6センチの正三角形、まあそう言われたらこんな感じで書くやんか、6でもこれだけやなって、高さ必要よな、面積求まらへんなってなって終わってたけど、まあ三平方の定理を習ってたらこれがパッて出せねえな。でなおかつこれを覚えてたら、まあ覚える必要は正直ないねんけど、覚えてたらこういう風に S イコール、まあ、4分のルート 3a の2乗やん、覚えてる人はこれ頭の中にありますね。で A っていうのは今回6やから、4分のルート 3×6 の2乗やな。でこれ計算するときにこういう風に書いた方がやりやすいから、こうやっとか36ってやらずにな、66ってやってたら2で片方約分してもう一回2でやると、両方とも3になるから、それで分母は1やから、サザンが9の9ルート3っていう風にパッて出せんねんな。OK、 いける？こういう使い方ってこと。これじゃあ今まで求まらへんかったのに三平方の定理が分かってたら、こういう風に求まるよっていうことな。いける？結構すごくない？はい、でこれ覚えてなくてもいいんですよね、正直。この導き方さえ分かってたら大丈夫、高さは俺たち求めれるぜ、これさえ覚えてたら大丈夫。どういうことかというと、ここに1本線引くんよね、90度の。そしたらここの長さが3で、まあここが6なんよな。 OK、 じゃあどういう三角形になるのかって言ったら、こうですね、3、6の、ここが分からん X で、直角三角形やと思ってくれたらいい。じゃあ斜辺は6の2乗イコール3の2乗足す X の2乗やろ。 OK、 斜辺の2乗はその他の2辺の2乗の和に等しいんやろ。 OK、 じゃあこれ計算すると36イコール、サザンが9足す X の2乗、じゃあ X の2乗っていうのは27ですせと、これこっち持っていって引き算しただけな。はい、で X はさっきも言ったけどプラスなんやろ、絶対変やから。ってことは2乗そのままルートつけて外せばいいだけ、27っていうのは3ルート3ですよと出ると。 OK、 これ何のことって言ったら高さな。じゃあ、面積 S っていうのは底辺が6かける高さが3ルート3かけるの2分の1で求まるよ、約分して3になるから9ルート3っていう風に出ると。 OK、全く同じやろ。はい、すごくない？いける？まあ毎回こうやって求めても大丈夫です。公式覚えてたら、まあ公式はこれやからみたいな感じで書いてたら、あの理解はしてくれると思います。はい、でアキトントンの授業動画見てる人、まあ有名学みたいなのを教えたと思うんやけど、授業動画な。はい、正三角形ってさ1個の角度60度なんよな、絶対。はい、ってことはここが60度ってわかるから、まあ正直この計算、三平方の定理の計算しなくても1対2対ルート3なんよ。はい、これが分かってたら、あ、1が3やったら X っていうのはルート3倍やから3ルート3やなっていうのはパッて出せます、本当はね。いける？はい、まあ今回はこういう三平方の定理の使い方を慣れてほしいからわざとやりましたけど、本来、まあ、みんなが三平方の定理をもっと習って有名学も覚えてて1対2対ルート3絶対覚えとかなあかん、これ覚えてたらこういう風にパッて出せてほしいな。いける？だからここでも1対2対ルート3やからH は1がこれやからこれにルート3をかけたやつなんやなっていうのがパッて出せんねんな、2分の、ルート 3a と。いける？まあ、さっきのところまで戻ったら高さ2分のルート 3a って出してると思うけど、1対2対ルート3めっちゃ便利やな、ここでも分かりましたね。はい、ということで、まあ話戻すと正三角形の面積は一辺さえ分かったら、こういう風に求まりますよ、公式ありますよ、まあ、公式覚えるの好きな人は覚えて大丈夫です。別に覚えなくていいな、毎回三平方でやってたらいいなっていう人はこうやって解いてください。OK、 で前半の内容とか理解できてたら1対2対ルート3で求める練習、ここまで理解できたら1人前かな、すごいかなって思います。はい、ということで、まあ三平方の定理いろんなところで使われてるよっていうのはこれからも入試対策とかでやっていくと思うから絶対忘れたらあかんで、まとめの音です。この動画が良かったと思ったら高評価お願いします。チャンネル登録してない方はぜひチャンネル登録してください。はい、まあ正三角形一つでこんだけ勉強できるって思うよね。バイバイ。